フィフスペトル、フィフスペトルは、日本中央競馬会、JRA に登録されていた父内国産の競争馬である。馬名の意味は、5枚目の花びら。キャロットクラブでの募集価格は4000万円、400口。ノーザンファーム空港牧場での育成調教を終え、5月31日に、加藤進む広支給者へ入居したが、デビュー戦を、函館競馬場で迎えるため、 一ヶ月後に再び長距離移動して函館に入った。そして7月12日に行われたメイクデビュー函館では三浦光生が起乗して単勝2.7倍の一番人気に支持され二着馬に2馬新半差をつけて初勝利を挙げた。この勝利はキングカメハメハ3区のメイクデビュー初勝利となった。自走はラベンダー賞に出走登録を行っていたが回避し、 重症競争初挑戦となる、函館二歳ステークスに出走した。レースでは、最後の直線で抜け出していたナムラミーティアをかわしにワシンハンサをつけて、重症競争初勝利を挙げた。この勝利は同時に、安城の三浦とキングカメハメハサンクにとっても、重症競争初勝利になった。しかしレース後、左前足に外傷を負っていたことが判明し、8月16日に、 ノーザンファーム空港牧場へ放牧に出されて、療養することになった。療養後、11月15日の慶応杯2歳ステークスに一番人気に、支持されて出走したが、レースでは逃げ切ったゲットフルマークスに敗れて2着だった。続くジェイプニー初挑戦となった朝日杯、フューチュリティステークスでは、新たにクリストフルメールを安城に迎えて出走し、レースでは、 集団待機から直線で一気に差しに行ったが、最内の経済コースを通った西雲ワンダーを頭差でかわすことができずに破れて2着だった。そしてレース後は山本トレーニングセンターへ放牧に出された。気球後は安城を再び三浦に戻し、指導戦となる弥生賞に出走登録を行っていたが、3月5日の調教後に調教師サイドから、 納得のいかない状態では使いたくないとの理由で、同競争の回避が発表された。なお、回避理由については、当初調教師サイドからは、三浦の調教ミスという理由が発表されたが、これに対し三浦の所属級者の調教師である、河野道文が、三浦の調教は、指示通りの内容と、論、一時、加藤進広し級者と三浦の関係が悪化した。その後、 3月22日のスプリングステークスに出走。安城は、竹豊に代わって、レースに挑んだが、アンライバルドの3着に敗れたものの、サツキ賞への優先出走権を獲得した。そして、本番のサツキ賞では、安藤勝美とのコンビで出走。後方からレースを進めたが、人気通りの7着に敗れた。続いて、NHK マイルカップに出走したが5着に敗れた。続く、 東京優春では不良馬場の中、11着と惨敗した。夏場の休養を挟んで、秋初戦は10月31日のスワンステークスに出走したが8着に終わった。続く、マイルチャンピオンシップでも8着に敗れた。12月27日のファイナルステークスでは、エシンフォワードの2着と、交走した。2010年3月14日の東風ステークスに2番人気で、 出走。レースでは、後一一層から直線落に抜け出してマイネルファルケに一番新反差をつけて解消した。続く、ダービー強チャレンジトロフィーでは、後一一層も先に抜け出した昭和モダンを捉えきれず4着に、敗れた。2011年3月26日の、六甲ステークスで復帰したが5着。続く、KO 杯スプリングカップでは、 後方から追い上げたが伸びきれず6着。消しステークスでは、道中終始先頭でレースを進めると直線でも足は、スイズタバを突き放して解消した。休養を挟んで、秋初戦は9月11日の形成杯、オータムハンデキャップ。中段待機から直線で鋭く、足を伸ばすと、後方から追い込んできた、アプリコットフィズの追撃を振り切り、2歳児の箱館て2歳、ステークス以来、 三年ぶりの重賞二勝目を挙げた。続く、スプリンターズステークスでは、中段から足を伸ばしたが六着。マイルチャンピオンシップでは先段から抜け出すが直線で、シン・アポロンとの叩き合いに敗れ二着に敗れた。2012年、初戦は2月26日の中山記念。道中二番手につけたが直線で一敗になり六着。月日のマイーズカップは、後一も、 直線で伸びを欠いて7着、6月3日の安田記念は、後方から追い上げるも7着に終わった。秋は、スプリンターズステークスから始動したが11着に終わった。続く、マイルチャンピオンシップでは13着に終わり、阪神カップでは9着に終わっている。2013年は、高松宮記念から始動。道中後方から直線追い込んだが、8着に終わった。 続く4月21日に行われたマイラーズカップでは5着に入り、久しぶりに掲示板に乗った。5月11日に行われた k 王杯スプリングカップでは終始後方のまま17着に敗れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。